はい。ありがとうございました。ね。コンデジ店。コンデジ店の D をね。はい。コンデジ店。コンパクトデジタルカメラ。はい。コンパクトデジタルカメラ、ね。コンデジの何概念って何？コンパクトデジタルカメラです。いや、いろいろあるやんか。いろいろある。世間言われてるんで。コンパクトデジカメの。レンズ交換できないから。そう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 。ああ、ね。たまに言うよね。なるほど。たまに。そのなんかコンパクト、まあ世の中の流れで言えばだんだん消えていく。うんね、ね、そうですね。もう携帯とかに撮られて、あとは高級なカメラしか残っていかない。うん、なんかいきなり俺嫌やな。一番って嫌やな。しゃあないっすね、順番にはね。寒っ。これ僕のは、オリンパスのミューデジタっていう、ちょっとあの簡易防水っていうか、雨降ってもいけるようなカプセルカメラみたいなやつで撮ったんですけど、うんうん、ほんまこれじゃなかった話ですね。ツイッターに、ほんまこれじゃなかった。やめたんすストップ、ドクターストップ、ドクターストップ、はい、心のギャラリーで展示してまあそれはええね。心のギャラリー覗きました。ああ、よかったでしょ。よかったです、うん、最後俺も出てるもん。そうそうなんかそれなんとなくストップの色を、まあまあこれ結局展示する前の日に、ああ撮った、前の日かな、月曜日撮ったやつなんですけど、はい、コンパクトデジカム、デジカムやから、なんか撮れる写真、撮られへん写真とか、まあ、いろいろあると思うんですよ。で、今回、全員これ、A2 サイズっていう、かなりでかいサイズで、はい、まあ、画質がどうのこうのもあるやろし、何言われてんの？ピロピロリンって。で、まあ、何やろうな。写真を写すんやったら別に携帯だろうがコンデジだろうが一眼だろうが僕はもう別にそんな線はないんです、うんうん、たまたま持ってるのが、ね、だからコンパクトデジカメがなくなるっていうのは消えいく運命っていうのはやっぱり携帯で十分や。写真って携帯撮れるから、だからこれ別に携帯でもいいんやけど、ただまあ何やろな、その使い分けしてる人も中にはいるかも。これは携帯、これはコンデジ、これは一眼、これはなんかもっとだ、そういうのを引く上で僕は何撮っても別に同じカメラでいいっていう考えがあったんで、まあ一応ちゃんと撮ろうとして、まあ、これちょうど桜ライブライト行く途中の桜の木で、あもう春やんとか思いながら、まあ撮っただけなんですけどね、なんかねトップバッターあかんわね滑りまくってる。なんか、ね、2万本でさっき、まあ、久々にもういきなりツイッターに自分の写真アップして、さすがですね。いや、早いなぁ思って悪気ないわ。ほんで俺も今アップしたんですよ、はい、で自分の写真見てね、しょぼい。いや、お前しょぼいと思ってのそのしょぼいっていうのは変な言い方やけど、あくまでもなんかこう人に見せるとか、その思いがこれにはないのよ、うん、なんかいいの撮れたから見てとか、そういう写真なくって自分の中のほんまに個人的な記録、うん、で撮ったやつで、まあ、思いが強いわけですよ、うん、でそれを、まあ、出してんけど、さっきツイッターにアップした途端久々に外れの写真アップしてる。いや、ほんまにほんまに。いや、これほんままだ絵より見えるよ。なんとなく。中しか写ってないの。これ枠も何もないの。これ白枠が結構なんかバランスよく見えるの。これ白枠なく中だけの写真をさっきツイッター見たら、あかんない。いや、だからそのよく言うね、インスタ映えとか言うの。だからなんかこう、で、久原さんもめっちゃキャッチーなあネタのように大丈夫大丈夫ね、いや、キャッチーあかんわ、ごめんなさい。いつもそうや、はい、なんかね、だからそこで、あれって、まあなんか作品なんですよ、はい、作品なんです、はい、僕みたいになんか記録っていうかメモ書きみたいなものを見せてるわけじゃなくて、ちゃんとこのなんていうの、被写体、まあ後でできますけどね、まあそういうのはなんかすごいなんかこう
料理として見せてるみたいな、はい、僕のあくまで冷蔵庫の中もなんかこう資料みたいな感じなんですよ。でこうやっていつもやってるインスタにパあのツイッターにパッとアップした途端にほんまに思んないな、あれアップした途端に客観的なのかな、あそうです、ね、自分のパソコンで見てるのと一回ツイッターでアップするの全然違うの、うん、ツイッターアップした途端にちょっと冷静になるっていうか、うん、客観的なの、だから客観的な途端にほんまにあかんやん、まだそれにいいねつけるね、うん、人もおる、おるわけですよ、何がいいか、それはね、まあまあ、思わず自分で何がいいか教えてね、君にかけられるあのそういう話で、まあ、まあね、今ちょっと動揺してますけどね、心のギャラリーが大きすぎたんですか、いや、あれはそうね、あれは、まあ見せるためじゃないんだけども、なんかこう、まあコンパクトカメラっていうのはほんまにね、どこでも使えるし、うん、あれはまあ実際あの風呂の中で撮ってる、あ岡島組長がそうそう、それ俺も映ってるっていう、うん、まあ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 ないもんね言うてもわからないですから、うん、でもまあコンパクトあれ一眼では撮れないですから、ね、まあそうですね、うん、だからそういう意味で言うたらコンパクトカメラの使い方としてあれやったんですけど、まあ僕のはこの辺で次、金岡大根の、まあ、リコー GR3 ですね、めっちゃデータ小さいんです85KB ぐらいまあ多分携帯でレタッチしてなんかまあ分からないんですけど、その設定からなんかすごいちっちゃいサイズで、なおかつそれをツイッターからアップして、それをまた引っ張ってきたぐらいのもうボロボロを A2 に伸ばしたんですけど、僕の技術の粋を集めて、合計ノイズ4回入れますそうなんですよ、やっぱりそこまで言えない、ちょっとずつ大きくしてで、穴埋めするためにちょっとずつ入れて最後、まあ、ソースかけてっていう感じで、このまま普通に何の線やれ、いきなり伸ばしたらもうボロボロですからね、見てみたいですね、うん、まあね、大根らしいなんかコントラストの強い、うん、まあ昔いうなんかこう素粒子写真みたいな、うん、まあなんかまあなんかこう1970年代みたいな感じ、うん、まあだからそれはそれでモノクロでこういう写真撮る人多いじゃないですか、うん、まあ半分はこういうなんかコントラスト強くて、うん、なんかこう白と黒とまあグレーがちょっとあるんやけども、うん、なんかその強い写真に見えるっていう意味で言えば、まだなんかその最新型の、ね、一眼使わなくてもコンデジで十分っていう意味で言えば、まあ、こういう写真ね、粗い感じの、うんうん、いいと思う、まあ、写真そんな問題よりもいいと思うんですよね、これ別にちゃんと写っててもね、ただもうちょっと大きいデータくれた、ちょっと大きいデータくれた、ずっとちっちゃい、ずっとちっちゃい、あ、一緒やな何がやないの話でその隣が、ソニーの RX、ね、RX100 なかなかいいカメラ、うん、いいカメラ、なぜかなんか色がソニーっぽい、ちょっとねただね、シャープかけすぎてるみたいで、ちょっと輪郭が出てるから、ね、いいカメラやから別にレタッチするときにアンシャープかけなくてもいいんちゃうかな、今のカメラ、うん、でもまあなんかこう結構気持ちいい写真で、これ別にねこれでちっちゃい画面で見たら別に一眼で撮ったって言われるのね、だからそう考えたら別に一眼であろうがコンデジであろうが全然、でも前のこのボケが結構いいなと思って、うん、ボケてるからね、うんうん、まあ森山さんの長いね長いね名前文字数多いねまあそんなどうでもいいんですけど、まあ、気持ちいい空気感がある写真やったと思います、うんうん、その次が、小林さんですね、GR ですね、仕事が結構海外行くことが多いんで、多分海外にいろんな仕事で行ってる時に GR を持って行ってるっていう、APS-C の方の GR ですね、 あれややこしいよね、そうデジタルにつくのが古いですね、あGR デジタル123があるというか、さあ4枚、あほんで GR、GR2、これ GR っていうやつですね、あじゃあ初期の APS-C のやつ、あそうです、ね、ああまあスナップにはね、GR 信者多いですからね、あ
ですね。まあ GR ですね、これ。新庄。新庄。野田の新庄。森山大道はそうちゃいますか、ね。スナップイコールみたいな。スナップイコール GR。うん、おかしいですね。その次が。サバオさんですね、京都の、はい、ソニーの RX100、 それはいいカメラ、いいカメラ、1インチセンサー、森山さんと同じ、森山さんの女がちょっと新しいですよ、あっ、それも一番最初ですね、あー、これもまあモノクロ、うん、後でモノクロしたのか設定でそうしたのかちょっと分からないですけど、コントラスト強いなと思って、うん、ちょっとびっくりしたんですよ、はい、なんかここになんかやっぱ大根ファミリーやから、あ、はい、まあまあね、なんか大根ファミリーは結構コントラスト強い、そう、もうちょっとここのグラデーションあるはずなんですけど、うん、結構硬い感じで、うんうん、まあこれが別に大根であってもおかしくない、ああまあでも確かにね、まあヒューマンっていうか人 の, にあの暮らしぶりを撮ってるって言えばね、いい写真やと思うんですけどね、ただコントラストというのがね、なんか気になったんですよ、もうちょっとグラデーション出て、まあ、飛んでるからね、何が強者だったの、いや分からないですよ、それだから大根ファミリー、あー影響をチクチクと、そうそうそう、大根が正義やから、大根が正義やから、だからコントラストバリバリにせなやっぱり怒られる、あ、怒られる、うん、あ、そうそう、はい、まあいい写真やと思います、いい写真です、あ、で、サッチョン、サッチョン、サッチョンですね、これカメラなんですか、キャノンの、あ、パワーショット、パワーショットのやつですね、そんな覚えてるんですか、いや、うん、最近なんかキャノンの、キャノンサロンの人がよく来てくれます、で、今回コンデジアから来てくれたかどうかわからないんですけど、唯一一だよ、キャノンこのキャノンパワーショットなかったらどうしようかな、うん、でキャノン の, あのおじさんもにっこり顔してますけど、はい、こんな画質悪いかいう顔してますけど、まあそれはあれなんですけど、あの、まあ、パワーショットで撮ってる、なんかいろいろ写真、他にもいい写真はあったんだけどね、うん、まあ、最終的にこれにしてなんか本人うーんって悩んでましたけど、これ10ですね、うん、もう一個はなんか顔のアップでしたけど、うんうんうん、はい、もう一個も見てないと何とも言えないですけど、うんうん、まあ、ほんでもコンデジェなんか人を撮るってなんかまあ向こうがあまりこう構えないからいいっていうのは、ね、まああるかもがな、音もそんなにするわけでもない、威嚇するカメラではないから、まあ、ただまあ、 あのレスポンスが弱いからそれぐらいですよね。連射やったら止まるっていう。ああ、そう。うん。内蔵ストロボが耐えたらもう一発でアウトやから。そうしばらく、うん。これ多分内蔵ストロボちゃうかな。きっと。ちゃうかな。あの外付けつけれないでしょ。そう。多分内蔵ストロボで取ったんや。だからまあ一枚取ったら5秒5、6秒待ってまた取って。いや、だるいやん。いや、そうだよね。飛んでちゃったら出てくれました。まあね。でその次が、白つくさん、白つくさん、さっきは声何回かしてましたけど、はい、これは、はい、クールピクスじゃなくて、そうですね、あ、そうです、ミカンのクールピクスの新しい W300、どうなんでしょうね、防水のやつ、防水のやつ、そうです、あの水深30メーターまで行けるらしいですね、いつかそう海とかで使おう思ってね、はいはい、やってみたんですけど、これはなんかテクニックは感じますよ、ね、これね、あ、まあ、あのスローシンクルだっただけなんですけど、うん、でまあまあ今回のそのコンデジっていうことで、うん、はいはい、まあそのちょっとねツイッターとかにも書いたんですけど、うんうん、コンデジって要はその、うん、ね、カメラ詳しくない人でも、はい、まあ、なんか撮ったら映るじゃないですか、まあ、それなりに、ああ押しちゃうんですよ、そう押しちゃうんですよ、うん、で、うん、でまあまあ結構だから撮る側が、はい、でも無茶なことしても、うん、まあ、それなりに撮ってくれるから映ってくれるからと思って、え、どんどん見ちゃうんですか、え、いや、そんなほんま顔出してんけどね、いや、そうですけど、あの、なんていうんですかね、うん、ちゃんとこう構えて、はい、こう明るさとかこう見て、はいはい、こう撮るとかじゃなくて、うん、もう思うがままにこうわーっと撮って、はいはい、もうちゃんと一応、はいはい、なんかなんとなく綺麗な写真っていうか、はいはい、ね、画質がうんじゃないけど、うん、もうとりあえずなんかあの写真にしときましたみたいな、うん、はいはい、なんかそういったものを出して、これも内蔵ストロボですよね、あ、そうです、そうです、で、お、うん、なんかこいつスローシンクロもできるなっていう、あ、はいはい、まあちょっとこう
いうのも見つけたんで、うん、こうわーっとほんまになんか腕振り回してるちゃうような感じで、あ、そうそうそう、こうやってそうそう、ほんまに上がってもらって、はいはい、わーって出てきて動いてみたいな、はいはいはい、なんかそういったこう暴れた感じのが撮れたら面白いなって、はいはい、で、で、まあ名前があるんですけど、うん、まあ、一番その顔のインパクトが強いやつをやった、はいはい、でもやっぱこの光のこれがすごい、そうですね、やっぱこれあるなし全然ちゃいますよ、あ、そうですね、もともともう一枚がそういうのないやつだったんで、うんうん、かなこのスローシングルはなかなかね、そういうのも、うん、そう最近の本人はできる、うん、はいはい、おしゃくな感じやなと思って、はいはいはい、ちょっと使ってました、はいはい、うん、いやこれはまあなんかパンチ強い、ね、そう、なんか半分は色が固まって、いやめっちゃあの先ツイッターで見てるけど昔ぐらい目立ってる俺の道がな、ま、特にこれ展示してたんで、うん、こう順番っていうか、うん、あの時もその大根ファミリーの方とかですね、うん、モノクロとか、うん、これこのサッチョンも、はいはい、こうちょっとこう、はいはい、暗めの感じだったんで、まあ、そういう流れ的にバーンときますよね、そうですね、目がちょっとこうバッてなるような、うん、いやなんか、アクション強いっていうか、うん、まあ、映ってる子も結構強い、まあ、そうですね、強いからね、だいぶ強い、それに助けられた感がすごい強い感じの写真ですよね、でちゃんと比率を合わせてくれてる人は全部枠はないです、あ、はい、微妙に白枠ついてる人は微妙に A2 のサイズよりちょっとずれてるから、ね、はい、そういう理由で白枠ある人とない人がいるっていう、あえてつけよう、うん、つけようかどうか迷ったんですけど、はい、まあもう潔くバーンって、まあね、せっかく A2 やから大きい方がいい、うん、僕もいいと思うんですけど、やっぱり比率は合ってなかったら、まあ、トリミングねされる可能性もあるんで、まあこれ枠なんか取る方が良かったですね、そうですね、そういう意味で画面いっぱいにぎゅうぎゅうにしてもらう、そうそうそう、これはこれですごい良かったと思いますよ、はい、でその次が、曽和さん、これ何でしたっけ、クールピクスの、あ、なんか言ってたわ、森山大道ってあの初めの頃 GR デジタル使ってて、はい、で今なんかクールピクス使ってるらしい、あ、でそれと同じの買ってん言うて喜んでたよ、あ、だから森山大道が使ってるニコンのクールピクスと同じカメラ、ああなるほど、そうだ好きやん、そうです、ね、うん、GR でいいやと思いますけど、ね、ああそうだ、ただのミーハーやないですか、体調悪くて今日も来られてないんですけど、あのまあ上下に前、うん、下はビーツで上はどこかちょっと分からないですけど、望遠で撮ってるのかな、上とも望遠じゃないですか、ね、望遠ですよね、意外に使わないもんね、今回の望遠は、ワイドはね使うけど、まあこれはこれでまあいいと思うんですけどね、うん、はい、その隣が、あ、出た、ちょっと出演者はちゃんと映すスタイル、なんかね、え、その場所に行くよはいなんかね、まあそんな話で30分くらいで言います、ああもうそれまた、うん、ああ、じゃあまた、ああ、はい、これです、これはカメラなんですよ、ね、名前言うてないです、え、中村言うんです、中村言うんですけど、シグマの DP2 メディブにクローズアップレンズをつけて、うん、結構これ暗い、ビーツの老化です、うん、おお、こんなんおったトンボ、はい、トンボはいて、その時にちょっとこのクローズアップレンズをつけて、うんうん、どれぐらい寄れるかな、あ、これ最短、はい、また割と最短で、これ ISO 何ぐらい撮った、 ISO これは400ぐらいで、ちょっと暗くて、あ、メリルは ISO どのぐらいまでいけるんですか、交渉っていうか実質、うん、1600とかいけるの、画像別にして3200とかいけるの、6400まで確かついてた、あ、一応6400、え、それは別に縮小されずに、うん、画面の大きさ、いや、お、なんか感度上げたら昔のコンデジって、あ、そうなの、例えば、800万画素が400万画素とか、うん、へぇ、それは多分ない、その分、だからそのちっちゃくした分、その、はいはい、観光する部分がお、そうそう、大きくして画素数低くなる、へぇ、それは多分なかったです、あ、ないんだ、レジのイメージが、うん、その接写が強いみたいな、ああ強いよね、でもメリルって30センチぐらいしか言われなくてあまり強く、え、なんでそういう、あ、レンズのなんかあれで、はい、関係で、
ってクローズアップレンズをつけると、うん、なんか普通のコンデジのようにちょっと酔っても使える、うん、APS-C やねセンサー、はい、おー、うん、それでグッと酔ってみたらどうなるんやろって思って、うんうんうん、普段その使ってる感じというか、うんうんうん、そのままミリウェアからとかじゃなくて、うん、あ、トンボがいたっていう感じの、うん、もうそのままの、うん、ああまあ別にメリルの良さを出そうとかそうじゃなくて、たまたま持ってたカメラがメリルで、たまたまこれを見つけてたまたま撮ったって、はい、でもようクローズアップレンズ持ってたの、うん、そうですね、持ってました。なんで持ってたの、普通にクローズアップレンズ持ち歩いてんの？メリル持ってる時は持ち歩いてます。使うことあんの、クローズアップレンズ？あんまりないんですけど、でもやっぱこう、あ、もうちょっと撮りたいなと思った時には、うん、なるほど。ほな、メリルの一番あかんとこ、寄れないっていう。あかんとこではないと思うんですけど、うん、要は俗にお花マークって言うじゃないですか、ね、ちょっと俺もあお花マークせなあかんとか言う、そう、もまあ、もうお花マークないってことやな、ほんだないですね。ないんやんな、はい、ないと思います、ないんです。え、見た記憶がある。あ、ほんま、だいたいコンパクトカメラでお花マークね。意外と便利な。いや、そうやね。使わないから覚えてないです。そうなんや。まあね、あの、コンパクトカメラ言いながらも APS-C っていう、まあまあ大きいセンサーで、うん、撮ってるっていう、ちょっと反則の。あ、うん、あでもそういうのは。でもこれ、あ、まあ、だからメリルが、もっと条件良ければもっと落ちるんですよ。なんかこんな技少ないとこ取らないとね、そかわいそうやなみたいな。それはたまたま選んだのがこれやったら、ちょっとそこは、ああその自分の中 の、 あのクローズアップレンズ使ったって、はい、うん、そうですか。今日3発言ってた。はい、まあね、ちょっとまあいいか。その横が林田さん、はい、エプソンの L400 やったかな、エプソンかな、多分感電しちゃうもんね、うん、多分500万画素か400万画素か500万画素じゃない、ああ、まあぶっちゃけてこれちょっとピントおかしいんだけど、うん、でもなんかその時の、まあこれどういう時に撮ってるのか分からへんけど、その気分みたいなのを感じるなと思って、うん、手映ってる、え、そうなの、奥に手が、そっちにだから、金網に前回落ちてるんだ、うん、だから、おっ、なんかめっちゃこうだもん、顔こんなんで撮ってんのかなと思うと、あ、そう、あ、なんかいいなっていうのは、あ、似てるね似てるね、いや、俺今気づいたわ。金網にこうなんかね、決定的瞬間じゃない瞬間をこう、撮ってるの、なんかこう、面白いな、これ、普通の、例えばソニーのアルファで撮ってたら、アホかいう話でしょ、ね、ピントも出ないし、うん、目線もないし、なんかでもこれコンパクトカメラやからなんか、まあ、許せるわけじゃないけど、コンパクトカメラならではのタイミングの写真やなと思うから、これはこれでなんかすごくなんか惹かれる、うん、でちょうどこれああいう順で並べてて、これが一番ちょうどパネルの裏側に順番で来てて、なんかここでちょうど良かったなと、ここトンボやったらもう最悪やつ、危なかった思いますね、これだからなんかコンパクトカメラのなんか、はい、なんか展示っていう感じがして、すごくす、ね、うん、この写真で良かったなと思う、うん、結果的に言うとこれが良かったなと思いますね、うん、はい、その横が、あ、この前ですね、林さん、これも林さんですね、この方はあの唯一ブックも置いてるんですけど、うん、このカメラが本当にちょっと変わってるんですよね、あのアクションカメラ、はい、そういう RX ゼロ、ゼロ、うん、最近出たやつで、このこれくらいのちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、近くで、そのこの女の子写ってるのがそのアクションカメラ、サイバーショットのアクションカメラで、で下にあるのがなんか、まあこれはあのコンデジじゃないんですけど、自分の作品としてこう床屋ロード、どんだけ床屋行ってんのって言われてね、まあなんか昔のながらの散髪屋さんを、まあ調べてチェックして全部撮ってるっていう、でこれを撮ってる人がなんでこうなるかなみたいな、多分こっちの方が新しいと思うんですよ、きっと前まではずっと床屋をずっと撮ってて、
で急にね全然違いますそうなんですよ。だからあのこれはイレギュラーで撮ってんのか、これからこういう女の子の写真を撮っていくかわからないですけど、この写真集がまたねエロいっていうかね。え、もう見た？見ました。あれ どんな感じでした？そうですね、写ってる人が作ってる。そうなんです、この方を一冊にまとめた、タイトルなんていうの、なんかあるんですよ、星野、なんか名前ですね。あ、そうですね、星野さん、それに見え、知ってるんですか？あ、ここなんですか。あ、これがね、何やろうな、エロいんですよ。エロですね、エロじゃない。めっちゃ良いんですよ。何やろな、何なんでしょうね。別にヌードでも全然見すぎばっかりね、なんでアクションカメラのメリットって何？自由に動くっちゃいから、こことかつけて体につけて、自転車とかバーって映像とか、動画がメインなんですか？どうなんでしょうね、RX0 ってなんかでもあの、ちょうど今横浜でやってるじゃないですか、 CP プラス、はいはいはい、あそこで RX0 をスナップ写真、森山大道が使ってるっていうなんかセミナーみたいなのやってる、だからちっちゃいからもうスナップとしても使いやすい、まあ、どこにでもこう、はい、でも形なんかこのなんかボックスみたいな感じ、ちっちゃいのこれぐらいちゃうかなって思うんですけど、ね、それでここ頭につけたり自転車のとこつけたりしてあ、盗撮するってこと？どうもなんか言葉が悪い。そう、盗み取れんこともないかもしれない。そうなんや。あ、そうなんや。仮にここにつけてるかも分からへんねん。あら。あ、あら。ああ。新しいですね。だからね、オンライブじゃなくて。そうだ。ここに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 つけてるね。それちょっと面白そう。みんなそれぞれのここがある。そう、ここがある。それ面白いですね。これ面白い。いやいやいや、放送事故かな。いや、まあなんかあの色っぽい写真をそのアクションカメラで撮ったっていう、まあ、面白かったです、はい、でその隣が、牧田真紀。これね、分からへんねんけど、今日この弟さんを撮ってるんですけど、今日来てくれましたけど、多分ね、めっちゃ寒い時。そうですね、うん、これ夏じゃないですか。つい最近真冬、そうそうに、母校やったから の、 あの噴水、大学の噴水に、この弟さんが大学してはって、うん、ああはい、卒業式の日ですかもしれない。スーツ、いや、もうスーツはあの用意したって来てくれっていう。ああそうなんですね。へ、うん、まあ、これこそアクションカメラ。これこそアクションカメラ。まあね、全体ちょっと分かりにくいんだけど、あの水の中入って、よう風邪ひけんね。まあこれも水中カメラ、何でしたっけ？ニコン。パナソニック。ルミックスの FT1。中村君からカリパッチされてるんですか？貸してはない。あげた。いや、貸してる。貸してる。貸してる。あ、そうなんですか。なんかまあ、あの、1枚に選ばれへんかったから、なんかこう、まあ、連射したって。なんでスーツやったの？あーの、で僕なんか、卒業式とかの日に行ったんかなと思ったんですよ。スーツやから。あー、違うん。あ、そうだった。違うん。違うんですよ、ね。へー。あ、いいんだよ。あの、弟、あの、姉ちゃんそっくりでしょ。うん、今日来てて。今日来て、いきなりこっち来て、はい、なんか、何やったっけな、え、僕のはみたいな感じで俺、あの、普通の人やったら俺ちょっとキレてたよ向こう行かんの、こっち、あ、向こうですよ、言って見て、あ、かぶって、あー、牧田の弟やと思ってここにあるよ、言って、なってくっちゃうそれ見てだけ、それだけ見て帰ったんですそんな感じです。でその横が、誠 VS さんの、これカメラ何でしたっけ、オリンパスの、これも水中カメラです、ね、TG5 かな、うん、これも水中カメラなんですけど、元町の中華街、僕はじめどっか行ってきたかな、うん、ね、うまい具合になんか撮れてるよね、その場所の、要は日本語で、あ、日本やと思ったけど、
なんか雰囲気はすごい色合いと、うん、でなんで防水カメラやねんっていうか水中カメラやねんっていう話ね、一枚ぐらいなんかこれ水中なかったね、なんかあったらね、うん、まああの香港チックな、うん、カメラ写真で、まあこれこれでいつもはね人の写真撮ってるんですけど、そうか、うん、これ人入れてるんだよね、うん、あチャイナホック来て、え、うん、分かんないチャイナホック分かんない、 いや NG は、いや NG は全部言ってますか、ね、いやいやいやでその隣が松崎さんですね、これも ある種サバオ君の知る友達で、はい、でそう考えたら大根ファミリー、大根ファミリーモノクロ好きじゃねえの、そうですね、はい、これも、GR デジタル、はい、はい、GR デジタルの新潟かな、これ何か写真なんですか、ね、これ何か水でしょ、船船夜ですか、夜のなんかハレーションみたいなの持ってるんですよね、うん、なんか 船の明かりを撮ってるのかなと思ってます、うん、はいはいはい、真ん中に多分、うん、海やったらちゃうんですけど、うん、でかい湖やったらアヒルかなんかが、うん、アヒル映ってた、アヒル、ちっちゃい点なんですけど、うん、鳥っぽい、鳥が泳いでみたいな、そうなの、そう、これもねちょっとデータちっちゃかったんちゃうかな、で聞いたら携帯でレタッチしてます、そういうのもだからそれも大根ファミリーな伝統なんだけど、つい伸ばすときちっちゃいんで、だからできたらもうちょっとまあ分からへんの、携帯全部ちっちゃくなるかどうか僕分からないんですけど、もうちょっとなんか元データの大きさは残してほしいなっていう、はい、感じでしたね、はい、でその隣が窓枠さん、これね窓枠さんといえばこの水中生活で、まあある種一番多分水中とかそういうなんか写真を撮ってる人ですね、うん、だからモノクロがちょっと意外だったね、ああ、はい、なんか確かモノクロなんですよ、カラーは、はい、いつも色がダークな色で、されてるんですけど、ていうかこれ写してよかった許可取ってない、いやでも分からないね、分からないね、全然大丈夫ですね、水中分からない、まあいつもキレキレな写真で、アサヒカメラのなんかコンテストでなんかこの間授賞式で行ってペンタックスで1巻目もらって、うん、映りすぎてレンズにヤスリかけようかなって思って、また来年またやるんで、まあ、喜んでまた参加したいとか言ってました、はい、その横が稲木さん、あ、え、これ映ってよかった、大丈夫です、稲木さん、稲木さんの、改造カメラですね、そうですね、赤外線、ルミ元はルミックスのカメラを改造、赤外改造、え、これどこで、ギグノさんから、いや、違うと思います、ね、僕の赤外カメラはほとんどギグノさんですヤフオクで買った結構夜ですね、はい、どうですかこの赤外で血管での写真、あ、やっぱり良かったですね、うん、これが撮りたくて、うん、今回お目で参加したっていうのが、これが撮りたくて赤外カメラを手に入れた、いや、そうじゃなく、うん、こういうのも撮りたいなとは前から思った、あ、普段なんか猫とかね、そう、うん、マッチの写真多いですけどね、うん、こういうのもチャレンジしたいなと思って、うん、はいはい、今回、うん、まあ今日本人もね、そうですね、写真丸めて持って帰りますけど、どないすんねん、いや、たぶん飾るでしょ、本人気に入ってた、まあ、本人はね、これもいや内蔵ストーブですね、そうですね、うん、でもやっぱりこう連射できないでしょ、内蔵ストーブ、あ、できないです、まあ3秒ないしぐらい待たないから、はい、結構これ枚数撮ってるんですか、結構撮れましたね、うん、でも初めからこの血管狙い、血管を探して撮ってます、ね、はい、物事を撮って血管が出るかっていうのに、これ出んかった、胸のところ、
と上この首から胸行く前にも胸行く前に腕がまあ綺麗に出たんで、うん、はい、あでそこから足の方に流れていったあ、結局ちょっと薄いところが血管 ね出やすいから、うん、これからも何血管シリーズやっていくんですか。したいですね、ちょっと僕は興味あるんで、あ、まあ、上の方にそうですね、上の方に、うん、で赤外のやつで撮るとあのシミとか消えるんですよ。綺麗になりますね、うん、つるんつるん、なんかこう色素っていうか何やったかな、なんか消えるんですよね。綺麗になる、なんか人の肌も真っ白に映るし、うん、まあ、そういう意味で綺麗に。ただね、まあ変なけどパンツ入ってるこれが俺なんかで、岡島さん今日、はい、気づいたでしょ、それは今日ですけど、いや それがね、なんかこうちょっとこう、なんやろな、なんかえってなって、うん、それなんでなの、ね、いや、なんやろな、そのない方がいいこと、ね、あれ、まあ、こんな話は、その横が、あ、室田です、室田君、室田君のシグマのこれもメリルですよね。そうですね。ちょっとね、ちょっとオーバーすぎてあれやけど。はい。これはどんな感じなんですか。どんな感じ。うん、どんな感じ。まあ僕はあのコンデジテン出すきっかけは、うん、まあ、そもそもメインの機材がメリルで、うん、岡島さんには出すたびに画質クソって言われるんですけど。うん、いやだからメリルを生かしてる。そうそう。僕だからメリルの性質とかじゃなくて僕。うん、使ってるなんかあの使い捨てカイロを封したままポケット入れててあんまりぬくなれへんねん言うてるような感じなんですよ。いやでもね、その撮影する、うん、なんでメリルにしたのしてんの、なんでメリルがいいの。だいぶ前にも言いました。いや僕が言うてもう忘れたなんでメリルなの、君にとってなんでメリルが。その前67だったんですよ、ペンタックスペンタの、はい、でタクマ90で、うん、岡さん40で、うん、あその焦点距離が好き、焦点距離と、うん、あとはもうその時もレンズ1本だったから、うん、レンズ交換しなくていいし、はいはい、あとはバッテリーすぐ上がるんで、うん、フィルムと同じ感覚で、うん、あんまりその変化せずにスッと、うんうんうん、そう大きさ全然違うよ。そうなんですよ、それがねいいとこですよね、うん、軽い、あ軽い、あこれは実際どう、あのなんかこうあれあのどうなってるの、どうなっ、あ、現場ですか、うん、ね、なんかどうなってるの、マンションのゴミ収集所みたいな建物があって、うんうん、そこにドッグ穴が開いてる、開いてる扉があって、うんうん、立方体の側面2面にその扉があるんですよ、うん、で立ち位置のところから覗いたら奥にもう一枚そのドットの扉があるんですけど、その奥に車が抜けて駐車場みたいな感じでパーンってやったんで、うんうん、ちょっといやこれはもう目では分かれへんね、こう映る目では分かんないです、ね、自分の好きなサッカーが割と、うん、絞って撮る人が多くて、うん、で、まあ、こういう場所っていうか、うん、この穴が開いてるようなところを撮って、うんうん、なんていうんだろう、写真の構図の面白さみたいなのをやってる人が多くて、うん、こう構図構図とかデザイン的というか、うん、そういう人がいて、うん、まあ、伊丹剛さんだったり、うん、この前塚田君もこういうドットの写真出してましたけど、うん、やっぱ結構絞ってるから、うん、ボケたら絶対前ボケにしたら、うん、その前の扉ボケて、うん、奥のドットもちょっとぼやけてて、うん、車にピンと合ってるってなったら、うん、写真の中の四角が変な状況になるというか、うん、でもボケてるよ、あ車にはちゃんと行ってます、あ車には行けてるけどね、そうそう、あの距離があるから、そうそうそう、でもこの写真の決定的なのはやっぱりこのなんかこの色やね、まあね、ブルーのね、うん、でもただあの写ってる車がつまんないなと思って難しいですね、車体がどうかとかあんま考えて撮ってない、いやだから これが車が違うかったらすごいいい写真やな、うん、これはパトカーとかね、なんかもうちょっとこうシンボリックな車、まあ単純に赤い車とかね、なんか霊柩車とかいろいろあるじゃないですか、はい、そういう車やったらすごいこの写真、まあこの普通なんかまたいいっていう部分もあるんやけど、僕普通やから良かったんですよね、うん、まあ普通やからいいっていうのは分からんことないんやけど、
頭残れへん。これ車自体が。車、うん、なんかドットとそのブルーの頭にあるけど、実際車を撮ってるっていう意識はもうこれをパンって見ないと忘れちゃうから。車を撮ってるっていう意識もなかったんですね。その写真を撮ってるというか、うんうんうん、車が撮りたくて撮った写真じゃないし、うんうん、いらんよな。あ、でもあったんですよ。真ん中に置いてあるよ、真ん中に。あったんですよ。いや、ずらしていけるよ。いや、あの、ちょうど抜けが良かった。これもうちょっとずらしたら車なくこれ取れる。でも遠近感が車あること出るんで、うんうん、でもやっぱりフォーカスは車に合ってるわけやから、やっぱ車重要ですよ、うんうん、その重要な車が、まあ、これたまたまこれやからしゃあないんだけどね。でもまあなんかこれ的に言うと、もうちょっと分かりやすくするためには、なんかこう車にもうちょっとなんかこうキャラがあった方が、この写真の意味がすごい深くなって面白いかなと思ったんです。ただまあ、あのこの色味とこの感じは全然、うん、あのコンデジアからどうこうって関係ない写真やな。関係ないですね、うん、ただペンタ67やったらこんなボケ、ピントの合い方しない。そう、もっとボケる。もっとボケる、ね、もっとボケるよ。いくら一番絞ったとしても、うん、こんな感じはなれへんっていうのがあるから、うん、まあ、水の大きさも違いますね、うん、全然パースも違うし。そうそうそう、うん、これね、ん、いや、何もないです。裏話を、裏話ね、裏話、これ妻です。それだけ言います。あの時撮ったやつ。あの時撮ったやつ。そうそうそう。あ、誰やったっけ。やめてもう。やめてください。名前変えました。岡島さん、はい、帰ってきて岡島さん。あ、なんかつまんない日に撮った写真や。いや、まあまあ、そういうことよ。冷静になる。ああ、ああ、あの、そういう、そういう変な欲情しない時に撮った。そうそうそう。だからちょっとクールな。クールな。ああ、やっと冷静。うん、なるほどね。はい。その曲が、モノクロ猫さんですね、カシオのなんかカメラです、はい、あのこれ合成なんですよ。僕ね、このカメラの機能にこういうのあったら、ね、もうすごい素敵やなと思うんです。これわざわざレイヤーっていうか、まあ、はいはいはい、使ってコンデジで撮って、これコンデジじゃなくてええやんみたいな。まあまあ、ほんのコンデジしかないんやったらしゃあないんだけどね。まあこの後ろにこの、まあ、タヌキ入れてるんですけど、ただ手前のこのアップルストアの風景がすごいリアルなんですよ、うん、この前の人がバーって来てすっごいリアルやのに、なんかこのタヌキがね、まあ、なんでこれ、まあ、なんかインパクトがあるとか、なんか本人は言ってましたけど、なんかね、ベクトルが全然違うんだよ、うん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 、それがまあ面白いっていうところに行くか行けへんかは、まあその人の。これゴジラやったらまだね、まだなんか、ああ、ゴジラ、シンゴジラ好きなんやあるけど、え、タヌキ好きなの。タヌキもコンデジなんですかね。うん、タヌキもコンデジ、コンデジ全部コンデジ。そう、寝ちゃうかったらもう縛かれるやん。これもある種ね、話題っていうか、問題作で、問題ないですね、なんかこれを持ってくるっていう。僕は好きですよ。面白い、うん、まあこれね、だからもっとやったらいいんです。そうですね、とことんタヌキと何々と、うん、特撮シリーズ。そう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 、そう、タヌキ色が薄いじゃん、うん、薄い。なんかこれが何なんかなって思うの。思い出なんかな。なんて言ったらいいか分かんないですけど、自分が見てる。そうそう、なんだよこれ。明るい、なんやろな、顔のどかしてる感じの神様みたいな。あ、ちょっとね、薄さがね、いいの。そうそう、薄さなんかね、なんで薄い、なんで薄いかなっていうのもあるし、あ、前はしっかりしてるやつだもん。そうやね、リアル。ギャップがね、すごいなと思って。なんで後ろ、もっと濃くできるよね。あ、できると思いますかね。なんかこう、まあ、別次元なものがこう2枚重なってる。まあ、変な意味で、要は安い印刷のやつで裏映ってる時やろ。ああ、雑誌とか。あ、そのぐらいの。あの感じなんですよ。はいはいはい。これ普通にページ開いたら、このストリートのこの写真があって、裏側になんかタヌキ映ってる。絶妙な。確かに何これみたいな。あ、あ、タヌキ。それぐらいのタヌキ感。そう、それやったら、なんかまた面白いかも。あ、うん。なんなんやろね。まあだから何やろうな、ある種なんかこれからかな、あ、こういうコラージュっていうか、
コラージュってなかなか難しいじゃないですか。そうですね、もうこれも一つのコラージュなんだけど、ただこの中にあるメッセージがあまりにも不透明で、何かを警告してるとか何かをなんか導こうとはしてないやろっていう。神様です。ただなんかこう、まあ言葉悪いけど思いつき、うん、ね、あの、思いつきやけばですよね。そう、思いつきやからね。これもしたくてこれも好きみたいな感じ。でもなんかこれ見ると、うん、なんとなく、あ、モノクロミコさんっぽいなみたいな感じはしてる。どういうこと、モノクロミコ分裂してる。いや、そうですね、こうきっちりしたい部分と、うん、こうちょっとこう、なんていうの、遊びたい、まあ、かわいらしい。え、タヌキかわいいか。いや、いや、これな、ほんならもうモノクロ猫さんないから猫でいいやんか。ああ、そこはちょっとなんか、いっぱい猫くれたよ。あの猫とっとじゃええんちゃう。あかんない、タヌキじゃないとあかんない。そう、タヌキがあるんですけど、恨みがあるんじゃないですか。あ、うん、ちょっとこう覗いてる感じがね、なんか意味あるかと思う。なんかこう、うん、斜めですよね。ああ、ちょっとひょっと出てきた感があって、はいはい、この人間、まあ、覗いてる神様的な、めっちゃシュールですよね。そうなんですよね、シュールなんですけど、シュールですよね、うん、まあありえないし、まあなんかでもね、これをずっと話し込んでいってもね、なんか僕的に虚しなんですよ。確かにね、なんかなんかこう推理小説を読んで、なんかこう犯人探ししてて、最終的に犯人が終わればいいんだけど、夢落ちやね。そう、夢落ちなんですよ。え、夢やったみたいな。なんかそのタヌキがいることで写真が強くなるとかじゃない、うん、ただのデザインですから、ね、これほんとタヌキいなかったらいい写真ですよ。そう、結構ね、リアルでなんか、ね、うん、めっちゃリアルにいいスナップショットになってると思う、うん、ね、こうタヌキが全部持っていってるし、ね、だからそれがね、いや、ここのなんか映り具合とかね、なかなかいい感じで、まあなんかこの雑踏感が映ってるんだけど、なんかね、余計なことせんかったからね、ほんまになんかほんまストレートに街だけでやってたら多分こんなにね、このまま街だけでやりたいけども、うん、ちょっとなんか自分の中でそうはいくそばいけへんみたいな、ね、ああ、それでなんか納得できへんかったな、はい、踏み込めなかったかわかんないですけど、なんかもうちょっと、うん、お茶だけじゃないですけど、うん、ちょっとこう、うん、照れじゃないですけど、なんかちょっとそんなもん入ってんのかな、うん、塩入れようって、砂糖入れてもらったら、うん、あー、そういう、あ、たまに冷ややっこにソースかけて、あーいうやつ、洗えよ。洗えなかった。もう、ちょっとしましたね。美味しいと思って、もう一回洗ってしょうゆけど、はい、はい、そういうことです。その次が、あ、山本さん、もう半分出てますね。山本さん、はい、山本さんのやつ、まあ、問題作です。ああこれ、なんで、あの、もっと潰さない。これ、多分ね、これでは、これではちょっと大丈夫、これは大丈夫やね、これは大丈夫やね、これ、光めっちゃ綺麗のに、うんうん、これって、上からまたなんかライト入れてるんですか。いや、入れてないです。え、ストロボ、ストロボ耐えてないんですか。ストロボ、あの内臓は入ってるのが入ってますけど、はい、これストロボ耐えてますよね、左側は外光が結構、ここ、これめっちゃ綺麗ね、うん、この上からの光っていう、うん、波紋が入らない。でもね、あれイソギンチャクおるわ、ね、あれは、あれわざとですか。あれ耳、あれね、いや、これ出せへんかなと思う、うん、ちょっとやめとくか。これはちょっといろいろ問題ある。いや、僕のあれね、ハンプ打って右だけでよかったと思うんですよ。ああ、左なかった、右だけやったらなんかもう、なんか急ぎんじゃも報われるなと思うんですけど、あの光きれいから、本当に、はい、たまにあれ外でなんかこう海行って水中か、あの水中メガネかけて、あれあんな見えるじゃないですか。だからあれ映らないんですよ、うん。でもあれを普通の風呂場でできてるわけですよ。そうですね、すごいあれいいのに、なんであの左側で、あ、こいつがこいつかみたいな。なんでちょっとだけ僕はなんか、あの、多分あれいろんなこと人は言うてますけどね、なんか見えてますじゃん。
それがね、ちょっと気になる。あんま言い過ぎたよ。まあまあね。でもまあ、光は綺麗です。光はすごい綺麗し、水中カメラっていつ買ったんですか？昔から。結構古いんですよ。型番そんな新しくないですよね、あれ。使ってないんで、たまにちょこちょこっとそのぐらいやったら、ちょっとまあ、ここはちょっと頑張って撮ろうかな。いや、写真的には全然僕、今までのなんか人のね、写真の中で、水中カメラってすごい面白いっていうか、ただあれだけをね、僕ね、ぶっちゃけてね、潰すからと思うんです、自分のプリントするから。でも、これ潰して、なんかこう、世間体はなんか波風なくなっても、ヤブさん自体が、そのレタッチして出してるわけじゃないですか。だから多分、なんで潰してんのって言われた時に、そこはちょっとね、返すことがなかったから、もうあるがままに、レッドイットビー、もうあるがままにして、世間はどういうふうに受け取るかなみたいな。でもまあ、光は綺麗かった。あれ、光があれなかったら、もう、なんか終わってない。光綺麗かったからね、あれ、もうちょっとこう、潰すくなりしてくれたらすごい僕は問題なかったんだけど、まあそんな感じでコンデジ、コンデジ店としたら初めてですよね。前はヘンデジっていう、あ、そうね、はい、ヘンデジであったりトイデジであったり、今回ある種普通にコンパクト、そう、ね、あれやりましたね、コンデジのポートレイ、あ、やりましたね、すべたやつ。いや、なんやろうな、なんかパッドせんか、いや、覚えてないでしょ。僕、自分が出したの覚えてない。ああ、ほんなら周りのは何にも覚えてないですね。確かに、そうか。まあ、意外に好評をやったんで、うん、来年も春と秋にやろうかなと思うんですけど、なんか言いたいことありますか？いや、特に。僕は意外とコラージュしてる人が多いなと思いました。その一番最初のこの企画を見た時に、もうなんか低画質なんとか、もうひっくるめ全部組めたら A2 にバーンって出すから面白いかなっていうイメージだったけど、意外と皆さんこう、こう、あれするんやなって。多分ね、なんかコンパクトカメラやから、なんかいっぱい撮ってるんですよね。いっぱい撮ってからいっぱい使いたいっていう、あ、まあ、だからなんか流れで見せたいっていう人がいるから、多分なんか混んでいく場合もあるんちゃうかなっていう、そうですね、まあこん、まあそうですよね、まあだからただレイヤー重ねてやることではないと思います、まあもうちょっと連続写真で見せる分には僕はいいとは思うけど、まあね、まあコビーツ先やりますか。コビーツは、今日昼から散髪行ってた。やばいですね。そうですね、はい、これはカメラなんでしたっけ？サイバーショット U40。あ、U40 って、はい、ヤフオクで高いのね。高いです。ヤフオクなんぼでしたっけ？1万6000円。高いね。200万画素しかないんですよね。これ、まあ形が可愛いから。ピントの合わない。で一応ちょっと調子悪くってあれなんですよね。前の方にしかない。はい。変形は合わないです。はいはい。それがまたなんか味わい深い。でも僕やっぱこの写真が好き。これいいですよね。これ好きですね。もうやばい。微妙にね右の方に合ってるんですよ。なんか合ってるように見えるんですよ、ね。この写真すごい。これいいですね。これいいですわ。うん。とこれと。このもう一枚、もうちょっと地味なんですけど、どれだったっけ、これか。あ、それいいです。最後、これ、この右側になんかドアかなんかわからない。ライン入ってる。ピューって入ってる、この感じは結構ね、さっきの、ね、写真のこの2枚だけで十分。それを見せてた。そうそう、わざわざコピーでやる必要ない。いや、なんやろな、その200万画素やから、ていうか元々カメラ自体のピントがねおかしいから改造もヘチマもないんやけど、そのなんかこのボケ具合がねなんかすごいなんか、いいってしか言いようない。どうなんですか、個人的に。普段はやっぱりシグマ綺麗な改造とか描く、はっきり映るのが、頭が、
はっきり写したよ、理由は何かあるの？写真ははっきり写るものっていうなんか方のイメージがあって、うんうん、でそれをその、うん、突き詰めていくと、うん、シグマの写り、まあいや、まあ解像度が、まあ、他のセンサーとちょっとシステム違うから、うん、すごいあの色とディテールが出るとか、でそれが好きやん、ね、はい、それが好きで、うん、まあ、そのイメージがあって、うん、で今回そのピントの合わない、うん、何を普段、うん、まあ、見てるものは普段と一緒なんですけど、うん、それ以外ピントが合わなくなった時に何を見るんかなと思って、うん、形であったり色であったり、うん、っていうのをちょっと、まあ単純にだから眼鏡かけてんのと眼鏡外した状態っていう感じやね、はい、普通に、はい、でもこっちの方が向いてるんじゃん、うん、そう、なんかはっきり言わん方がいい、なんか、なんか90年代の写真っぽいです。え、どういうこと？90年代ヒロミンスであったりとか、うん、でもなんやろな、なんかこうね、なんやろな、なんかね、暴力的じゃないのよ。あ、確かに、ね、あのピンボケとかなんかこう、ほんまにブレたりボケたりしてるのは暴力的に見えるんだけど、なんかね、ほんまに言えば、メガネ、目悪いのにメガネしないでずっとさまよってる感じ、うん、で、見ようと努力してるわ。で、そのなんかその見ようとしてることが伝わるから、僕も見ようとする。それがなんかあのすごいな、メガネ買いやと思うよ。その感じがね、なんかあのなんかいいのよ。なんか多く語ってなくて、ピンカッチリやってたらもう全然もう何とも思えへんねんけど、このアウトフォーカスの感じがすごいいいなと思う。どうなんですか？これかこれは、ね、続けていくんですか？すぐポケットに入れるんで。うん、え、なんか味しめた。味しめた。めちゃくちゃないしめた。味しめた。いや、今度もいいでしょ。僕こっちの方が好き。あのいや、全一般的に言うというか、あの評判高かったというか、うんうん、あの猫以上にこっちの方が良かった。先週猫やったじゃないですか。あ、まああれも良かったけど、なんかこっちもこっちでなんかすごいな。あのすごいなんか誠実な感じがした。うん、なんで散髪行くの？伸びたから。今日じゃなくていいんじゃん。そうね。うん。なんか。いや、なんやろうな。いや、なんかね、写真は誠実やのに、ね。何が不誠実なの？なんかね、なんかそこはどうなんかな。いやだからね、いや展示古典じゃないですか、いくらコピーって言ってもそれをなんかわざわざ今日散髪いかんでもん、ね、それかあのやる前に行けよっていう、そうやる前に、じゃあ来週でもいいやん、来週でもいいやん、ね、いやほんでもなんかもうすっきりしたいとか思えたらもう自分でやればいいやんって思うぐらい、だからやっぱりそれはなんでそう思ったか言うたら、今日12時からオープンしてパパパパって1時間以内に10何人来た。あ、まあそのサバウ君の友達とか若い、ね、あの若い、まあ、女の子とか男の子が来てて、まあ、そういう人が来てたから、あ、中村君なんかそういう人に話聞けたらいいのになって思ってたんですよ。でまあね、あのビーツもその12時オープンしてパタパタって来たり来へんかったりするじゃない、はい、それやから、まあ、変だけど、あ、まあ、どうせ12時オープンしてもそんなひどけへんから3発ぐらい行ったらええかと思ってんやったら、えらい間違いやなと思って。まあ、でもそんな気はなかった。あ、そんな気があったから3分行った。まあ、初めから決まってた。半分、いや、初めから一応決まってたんですけど。うんうん、え、何それ予約してってこと？予約したん？いや、あの、ちょっと押してたんですよ。いや、思いつきで行ったんやったら、私も。予約してまで行った。今予約というか、まあ、あのその思いっきり言ってちょっと、いやだから、いやまあまあまあ、そんな話はええんやけども、はい、ただまあ変な言い方したら自分が普段やってないテイストの写真やん、はい、これ猫とかやったらある程度答えを見えるやん、はい、街でもいいやん、でもこれ普段やってないテイストでやってんやから、自分の写真ってどんな感じで見られてんやろってすごい気になって当然やん、でそれを放棄したわけ、ただの説教だからそれを放棄したっていうのがなんかまあ変な言い出したら、まあ
聞きたくもないし、まあまあどうでもいいわみたいな感じやとするなら展示する資格ないってことですか、うん、僕はね、うん、だから普段通りやったらまあ織り込み済みやろうし、で今回あの知ってる人が多かったら後で聞けばいいけど、知らない人って一期一会じゃないですか。でそういう人にあの向かい合わないんやったらもうなんかやってる意味ないんですよ、ライブやってる意味ない、これライブやから。だからそれがただ展示やってなんか自分の写真がこう世に出たらいいやみたいなことやったら100回やっても1000回やっても何も変わらないです。そこでの反応が面白い。この人は自分のことをどう見てもらってるんやろ、どう感じてるんやろっていうとこを一人でも二人でもなんか通じ合えばいいやと。で別にあのね、自分っていう人間がビーツギャラリーのコビーツでビーツギャラリーのメンバーしかせえへんけど、ビーツっていうのは関係ないわけですよ。自分がビーツギャラリーのテナントの一人として自分がやってる作業とか行為に対してつながっていかなきゃいけない。やっぱりつながるっていうことはその人の顔をちゃんと見て生きるってことですよ。でそれがお互い様ですよ。自分が見てないと向こうも見てないですよ。生きてないってことです。そんな100年生きても人生にとって何のプラスもない。それやったら自分が生きてるってことをなんか受け止めてもらえる人となんか一言二言でも喋ることがやっぱり生きるってことだと思うんやけど、それをなんかそういうことを分かってないんかなって。俺これ2回目やからもう2回目ってことはもう3回目ないってことだ俺。それは何やろうな、なんか急がんともっとやるべきことやったらそんなことよりも散髪の方が優先するんかっていう。それはでも2回目は罪深いですね、うん、そう前もやったんですよこんな話は、うん、だからそれは俺の中で一番最も写真がいいとか悪いんじゃなくて自分が生きてるっていうことに対して波紋があるわけやから、その波紋を感じた人に自分っていう存在をどうこうなんか感じてるんですかみたいな、結局それがつながっていくわけじゃないですか。でそれが自分の中の前がなんかこうソウルな部分とつながってる人が増える方が楽しいじゃないですかね。そうなればなんか生きてる意味もあるとは思うけど、それをなんか放棄したことに俺はもうめっちゃムカついてて、あ昔の俺やったら多分殴ってると思うんですよでももうおじいちゃんだったからもうね、もうそれから3回目は言えへんってことを何の話やはい、そんな感じでね来週は冬ポですね、冬のポートレートで、もう冬でも今日みたいなね、ぬくい、もう春、ほんまにもう春ですね、冬ポは冬のポートレートで、略して冬ポっていう、結構人数、まあまあ、あそんなに言うほどいないか、でもまあ、すごい、今回はバラエティ飛んでると思う、うん、なんかもうクラシックのような大作もおれば。はい、もうどここれこれ大丈夫モデルさんみたいな、もう凍ってるもん、川が凍ってるところとかね、なんかそういう、うん、まあ全部見てるわけじゃないんですけど、まあ冬らしい写真で、あのポートレートでコビーツは藪本さんが、レポートですね、まあ同じく、はい、冬ポですね、冬ポですね、冬のレポートで冬ポみたいなそういうことです。はい、冬のポートレートも、なんか結構、うん、もう暑いからどうかわからないですけど、まあ、また余裕があったら見に来てください、なんかないですか、まあ、言い残す最後はやっぱり、ね、あ中村君、ね、中村君、そんなら、ね、2、3分あげよう反省の上で、いやいや反省じゃなくてもまあ今回のやったことでも何でもいいです、もう散髪の話はもうどうでもいいけど、コンデジで、うん、コンデジ使う意味っていうのは、うん、まあ、コンデジ点なんで、うん、ちょっとまあ考えるところかなと思うんですけど、うんうん、使ってるカメラは何にしろ、うん、自分のしたいことを、うんをやってる時にたまたまそのカメラやったってだけでいいのかな、うんうん、え、なんか自分が散髪行きたいから散髪行って何が悪いねっていうこと、いや、え、ちゃうもういいねもういやいや、だからまあコンパクトで、あのコンパクトカメラの優劣じゃなくって、まあ、あの一番ね、あの別にカメラなんだっていいんですよ。でもカメラなんだっていい中で一眼とか、まあ、フルサイズとかいうのはなんかまあ、まあ、
あのシグマのカメラもそうなんですけど、まあちゃんと映ると、あの映るし、なんかこのなんかこうレンズもしっかりしてるし、ディテールも出るしっていう意味で、なんかその軽いカメラでいいのに結構ちゃんとしたカメラで持っていくっていうのはやっぱちゃんと撮りたいからですよ。でコンパクトカメラでいいっていうのはちゃんと撮りたいっていうのは別に放棄してるわけじゃないんやけども、自分はそれそこまでのレンズの描写とかなんかそういう画質とかいうのに、まあそこまでこだわってない人は別にコンパクトカメラ別にいいし、別に常に A2 に伸ばすわけじゃないし、だそういういろんな自分の駆け引きの中で、まあただコンパクトカメラ持つんやったら誰よりもっていうか一眼以上に携帯以上に撮れっていうか、いっぱい撮るべきなんで、撮らないとコンパクトカメラの意味がないし、携帯してるわけだからね。だからそういう意味ではなんかそういうなんかコンパクトカメラ持ってる人は、僕なんでコンパクトカメラ、僕もコンパクトカメラって存在してたけど、コンパクトカメラすごいなと思ったのはアラーキーなんですよ。昔アラキさんがあのミノルタハイマチック F かな、忘れたけど、なんかコンパクトカメラ日付入れてるから、あれでもコンパクトのフィルムカメラなんです。それでバチ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 なんかその大女優であろうが普通の街角であろうが、そんなおもちゃみたいなカメラで撮ってるわけですよ。その僕がそれを知った時代では考えられへんです、うんうん、カメラマンであったり写真家っていうのはちゃんとしたカメラで撮る。それが荒木さんはそういうコンパクトカメラでこれでいいんだよ言いながら撮ってる姿を写真集で見た時に、あ、写真ってあのその写すためにすぐ撮りたい、うん、で荒木さんってそんなに連写するわけじゃない、そういうカメラで言えば、あ、ちょうど適役のカメラなんやなと僕は思って、あ、こういうカメラでもなんか作品作れるっていうか、まあ、記録できるっていう意味で言えば、あ、いいことやなと思ったから、どっか底辺にはそういうのがあって、別にカメラ自慢してるわけでもないし、うん、ただこう何を記録したいか、何にシャッターをあの押したいかっていう確認するためには、いっぱい撮れるコンパクトカメラ、まあ、コンパクトカメラでいっぱい撮らんでもいいんかもわからんけど、もういっぱい撮りたいよねっていう、うん、ことを。じゃないですかね、うん、素晴らしい勉強だ、勉強だ、どうもありがとうございました。ほんま散髪行くか。